本物の男前はあなたを裏切ったりしない。男前トップ10。こんにちは、筋肉料理人です。男前豆腐店のチャードフ、これを使ってガーリックマヨネーズ炒めを作ります。ニラを 4,5 センチメートルに切ります。この根元の方のちょっと太い部分、ここは別にしておきます。ウインナーを切ります。ウインナーは斜めに薄く切っておきます。調味料を混ぜ合わせます。醤油にみりんを混ぜ、片栗粉を混ぜます。片栗粉が沈殿するので使う前にまた混ぜて使います。チャードーフをパックから出して切ります。セロハンを剥がしたら水が浮いているので捨てます。そして左手にパックを持って右手のひらにコンコンと当てます。するとパックと豆腐の間に空気が入ります。ここでこうやれば簡単に取り出すことができます。取り出したチャードーフを切ります。まずは半分に切って、それをさらに半分、そしてこれを全部で16等分に切ります。切ったらほんの少しの塩と黒胡椒を振りかけます。フライパンにマヨネーズを絞り出します。ここにおろしにんにく、おろしにんにくをのせて混ぜます。で混ぜながらフライパンの上に広げます。チャードーフをのせます。チャードーフをのせたら弱めの中火にかけます。そしてフライパンが熱くなってパチパチと音がし始めたら 2,3 分焼いて焼き目をつけます。2,3 分焼いたところで返します。返したら空いた部分にニラの根っこの方ですね、この太い部分、太い部分を入れます。そしてスライスしたウインナーも入れます。入れて炒めます。ニラの根っこの部分はちょっと太いので先に入れて熱を通してやります。2分ほど焼いたところでニラの葉を入れたら混ぜます。で軽く混ぜたら タレを加えます。黒胡椒を振りかけたら皿に盛り付けます。
チャー豆腐とニラのガーリックマヨネーズ炒めの完成です。本物の男前はあなたを裏切ったりしない。男前トップ10。男前豆腐。Oh yeah!